勇者が死んだ新福さくらのアフレコアフターレポート。皆さんこんばんは。アフレコレポート8回目になります。今回は第9話の収録の直後にお送りしております。今回もゲストの方がお越しくださっております。2回目のこの方です。どうぞ。皆さんこんばんは。ユナユニス役の山村響くです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いらっしゃいました、はい。早速ですけれども、たった今第9話の収録終わったばかりですけれども、ご感想だったりなんかありますでしょうか。そうですね、今回は知られざるトーカー君の過去がかなり描かれてたし、はい、そうですね。あとはそのトーカとユナのなんか2人だけにしかこう分からないこう空気感っていうか、なんかそういうこういつもの感じとはおちゃらけた感じとはまたちょっと違ったなんかこうしっとりとしたシーンもあったりとかで、結構ジーンとくる、そうですね、回だったなっていうあれでしたね。トーカーを見てる感じだと、あんなに過去が壮絶だったとは、ね、なかなか、はい、見てらっしゃる方々も思わなかったんじゃないかなと思って。でもなんか、トーカーのあのなんか下水感じだったりとか、なんかちょっと太ももに固執しちゃってる、あのこじれちゃってる感じとか、あの過去がちょっと関係してるのかななんて私は思っちゃったりもしたんですけど、でもなんかあの過去があるからこそ、あのお話の中でもあったんですけど、死にかけの時にトーカーをなんとかこうもう一度立ち上がらせてくれたのはユナのお手紙だったりとかして、やっぱりユナ、トーカーにとってのユナの存在の大きさみたいなのも感じましたね。ねえ、なんかもう、なんかこう最初にこう最初のあの時もとか、あの旅についてきてくれたこともとか言って、でもなんかなんでお前ついてくんだよとか確か1話で言ってたけど、でもやっぱりトーカーにとってユナはそういう存在だったなっていうのを改めて感じて、すごい嬉しかったし、でもユナもそうやって今回の過去編でトーカーの過去を知って、またユナから見たトーカーっていうのもちょっと今後変わっていくんじゃないかな。そうですね、まあ、変わりたいところではあるんですけど、やっぱりクズなところは変わらないからそうですよね、そこは今回もね、すごいもう真面目に一本でいけばいいのに、ちょいちょいなんかいろんなとこでいろいろとこう突っ込みたくなるようなシーンがね、ちょいちょい挟まってたんで、まあなんか、面白かったですけど、要素もありつつジーンとする要素も今回多かったですね。なんか私もう前回の収録まで、2週ぐらいずっと10日だったから、かなりこうユナを演じるのが久々で、なんかユナって こんな感じで大丈夫かなみたいないやいや全然ユナでした。最後の方なんか、山村さんがお一人で会話されてたじゃないですか。そうユナと10日ユナと2人でですね。そうなんかね、あの台本に先週っていうか前回までは、あのユナがやる10日の時は10日かっこユナって書いてあったんだけど、今回からなぜか全部10日1本でこう全部統一されてましたね。ずっと10日って統一されて表記がなんか直ってて、でこれでもなんかこう台本を読む限り、あれこれって元に戻った、これはもしかして私だみたいなよくわかんなくなっちゃってますね。トーカというのは、私と私が喋ってるみたいな一人で、会話されてるんですけど、でも聞いてるこっちとしては本当ですか、本当あの二人って会話されてるさっきもなんか言ってくれてた、本当にすごいなって思ったんですけど、でもそのこの10日どの10日なんだみたいなので私一つ気づいたのは、あの多分この話数だけだと思うんですけど、オリジナルの10日と、シオに入ってる10日と、ユナに入ってる10日と、子供になっちゃってる10日の4人、4パターンの10日が一度に楽しめるっていう確かになかなか贅沢な回だったなって私は、すごいね、確かに思いました。一粒でなんか何度も美味しいみたいな感じ楽しめるっていうそうですね、まあ、間違いなく全部10日なので、今回も例によってオリジナル10日かと
加藤さんだったらこう言いますみたいなのが何回も炸裂してて、そうそうなんかね、リクエストもあった、そうですねちょっとイメージがつかみにくいんでちょっと加藤さんやってもらっていいですか、うん、みたいなシーンもあったりして、本当、でも子供トーカーを演じてらっしゃったの立花さんも、その加藤さんのオリジナルのトーカーをよく聞いて見事に再現されてらっしゃったなと思って、そうそう、すごかったですね、なんかみんなで一つの役を演じていくっていうのが本当このアニメの面白いところ、その一つですよね。あとは加藤さんの太ももコール、これがどんな感じに仕上がってるのかっていうのはちょっと私まだ聞いてないから楽しみなところです。でも多分間違いなく200回ぐらい太ももってワードを一生分の太もも言ってたよね聞いたし目でも入ってくるので、太ももって太ももで合ってるよね、そうそう、ゲストラ崩壊してちゃうよね、なんかみんなしてるんだろうなと思って、一生分の太ももを皆さん聞いてください、加藤さん、はい、楽しい収録の回でしたねはい、はいはい、ということで新福さくらのアフレコアフターレポートでした。それではまた来週。